スティーブ・レイシーは、アメリカ・ニューヨーク出身のジャズ、フリー・ジャズのソプラノ・サックス奏者。1971年初頭、公式に、ポスト・フリーという用語を用いた。ピアノ、クラリネットを学んでいた。シュリンガー音楽院、マンハッタン音楽院で学んでいたが共に中退。1955年、セシル・テイラー・カルテットに参加し、ジャズ・アドバンスを録音。 1957年、ニューポートジャズフェスティバルに出演した。1958年、セロニアスモンクが作った曲のみからなるアルバム、リフレクションズを録音し、1960年には16週間、セロニアスモンクカルテットに加わる形で、クインテットの一員として活動した。後の、エピストロフィー、オンリーモンク、モアモンクもモンクの曲の編曲集となっている。 1972年にフランス・パリに移住した。1975年6月に来日し、アルバム5枚の録音を残している。それらの中で、ザワイヤーには佐藤正彦、戸東正彦、緑川景気、池田義夫、吉沢元春が、スティーブ・レイシー・セクステッドとして参加した。ディスタント・ボイススは、高橋裕二及び小杉武久と共同名義の作品である。 1981年に日本で東雅彦とエターナルデュオの録音共演。1986年5月以降、埼玉県深谷市のホールエッグファームにおいて14回のコンサートを開催した。1992年、マッカーサーフェローを授与された。2002年に帰米し、ボストンにあるニューイングランド音楽院において教え始めた。 2003年8月にガンと診断された後も演奏活動を続けたが2004年6月4日に死去した69歳ボーありがとうございます。